クロスエア498便墜落事故とは2000年1月10日に中立被国際空港を離陸したばかりのクロスエア498便がパイロットエラーにより墜落した航空事故である。この事故により乗員3人と乗客7人の住人全員が犠牲となった。事故原因として機長がサーブ340の姿勢指示器の読み取りを誤ったことが挙げられた。 クロスエア498便は、中ヒ空港を出発して、ドレスデン空港に向かう便で、離陸から数分後に機体が回復不能なまでに右に大きく傾き、そのまま墜落した。乗員、乗客10人全員が死亡した。498便に使用された機体には、フラップの複数回の故障記録があったが、それらは無関係だとされた。また、 エンジンについては最後まで動いていたことから、エンジントラブルに起因する事故ではないことが明らかになった。旧ソ連と西ヨーロッパでは人工水平義の表示が異なっていた。旧東側諸国が西側の飛行機を購入したところ、螺旋降下して墜落する事故が15件も起こっていた。機長は事故機の軽機類に混乱したと推測された。また、 機長の遺留品から鎮静剤フェナゼパムが見つかり、登場前に彼がそれを服用していたことが判明したが、それは機長を大きく混乱させるほどのものではなかったとされている。CVR の音声の聞き取りに事故機の機長を知る同僚のパイロットを同席させたところ、抑揚には問題がなく、普段の彼とあまり変わりがなかったと同僚は証言している。 航空管制官の言い方にも問題があった。左旋回すべきところを右旋回しているときに、確認ですが、左旋回ですと言ったが、これは不明瞭でわかりにくい。左旋回してくださいや、右に曲がっていますと言うべきであった。他に、旧ソ連との操縦方法の違いがあった。西ヨーロッパは離陸後すぐに自動操縦に切り替えることが多いが、旧ソ連はできるだけ。 手動操縦をしていた。パイロットがコックピットの仕様の違いに戸惑ったために、機体は左旋回するべきところを右旋回した。言語の壁もあって、副操縦士は機長に誤って右旋回していることを英語で明確に伝えられず、機長は管制官の言葉で機体が左に傾いていると思い込み、修正しようと、さらに機体を右に傾け、ついには墜落に至った。 クロスウェアは1980年代以降級成長を遂げ増便する必要性に迫られたものの人手が足りなかった。その後、パイロットに英語の試験が導入されるようになった。また、クロスウェアの人手不足は498便の事故から1年10ヶ月後に発生するクロスウェア3597便墜落事故の原因にもなった。ありがとうございます。